ロ、あーちゃんです。今日のあーちゃんのお昼ご飯はちょっと潰れてんけどもね、チーズ醤油おにぎりと平貝自由欄の目玉焼き。目玉焼きどうしようかな、醤油にしようかな。そうだよ、醤油にしようか、塩にしようか、もだけど醤油にします。ではいただきます。ハムとか凍ってない、ハムちょっと体によろしくないんでね、凍ってないんでね、ちょっとまだまあもう料理の幅広げるのにハムとかベーコン買ってもいいやけど、いただきます。あ、うん、今ねチーズ醤油おにぎりと昨日の玄米をねレンチにして、昨日の玄米に冷えた玄米にねおにぎりを、茶碗チーズと醤油をかけておにぎり、チーズを入れて醤油をかけておにぎりにした。いや、レンチにした。うん、卵は、ね、完全栄養食品やから、うん、おいしい。うん、うん、おいしいね。ごめん、醤油バターでおにぎりにいっても美味しいんで、いや好きやねそれ。うん、おいしい。こういうのふりかけとかあったよね、ふりかけ作ろうかな、うん、のり玉、のりと卵で、うん、寒い。おいしい。あ、今日セール行かなあかんな。はい。どうしようかな。どうしようかな。明日。どうしようかなって、ちょっと今考え事しとってんだよ。どうしようかいね。
ちょっと今探し事考え事しててね。待ってね。間違えた。今考えようとしようとね、今月やらなあかんことがあって10日やろ、今日5、8、まあいいや、いいことないけど、明日考えるか、まあいいです。ということでね、今日ちょっとね、この後ね、私メイン食材を買いに行かなあかんから、山下のめんどくさいしね、あそこ行こう、サンク行っていこうかなと思ってんだけどね、ちょっとそんな感じでサンク行って、で、ちょろっとお買い物して帰って、なんかもう車検やないかね、お金行ったわ。病院でしょう、車検でしょう、全部まとまってきたから、びっくりした。投資が目減りして仕方ない。まあそんなことない。いろいろクレカ払いできるしね、来月までまとまってくるから痛いけど、まあ、その間うまく分散させて支払うしかないんだけど、できるだけ投資を目減りさせたくないんだけどね、頑張って生活しかない、仕方ない、そんなこんなでちょっと山下のめんどくさいんで、もうサンゴ一応ろっと買いに行って流します。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバイ。